皆さん、こんにちは。4月から日本赤十字社に就職し、新社会人となられた愛子様。連日出勤されながら、ご公務にも励まれているお姿が注目を集めている。23日に初めて出席された春の園遊会では、桜色のセットアップをお召しになって臨まれた。園遊会には俳優の北大路欣也や美術家の横尾忠則、87など、天皇皇后両陛下から招待された各界の功労者と、その配偶者の約1400人が出席。あいにく小雨混じりの曇り空となってしまったが、愛子様は招待者を笑顔でもてなされていた。ご表情も落ち着かれていて、明るい笑顔をお見せになっていました。桜色のセットアップも丸みを、帯びた襟のラインが優しい印象で、愛子様らしさを感じました。姿勢や歩き方など細やかなところまでにも気を配られていて、多くの出席者がその和らいだ存在感に心惹かれたようです。愛子様の園遊会でのご様子について、皇室担当記者はこう話した。愛子様は午後2時20分頃、両陛下と秋篠宮ご夫妻に続いて、赤坂御苑の小高い丘に姿を見せられた。続いて両陛下、皇族方と並んで国歌演奏をお聞きになっていた時には、やや緊張されたご様子だったが、丘を下り招待者と懇談される時には柔らかいご表情になっていた。テレビ各局では園遊会の様子が中継され、愛子様のお姿が繰り返し映し出された。愛子様は招待者と丁寧にお話しされていました。天気や動物といった話題で会話を楽しまれたようで、気さくなお人柄が伝わってきました。また、ご懇談がスタートした頃にはお隣にいらした佳子様が、愛子様の肩を何度もご覧になっていたのが印象的でした。そうした佳子様の優しいお心配りが、愛子様の安心にもつながったではないかと感じました。秋篠宮様に続き、典子様と佳子様に挟まれる形で道筋を歩かれた愛子様。時折、典子様や佳子様を交えて、招待者とお話される場面もあった。前室の皇室担当記者は、愛子様が道筋を進まれる際に、気がついたことがあったという。典子様と愛子様の間隔が、何度か離れている時があったのです。典子様が秋篠宮様に遅れないよう、ペースを上げてついていかれる中、愛子様は一人一人と丁寧に会話されていたので、結果的に距離が開いたのでしょう。こうしたご様子は、園遊会での美智子様を思い起こしました。もちろんどの招待者も、両陛下や秋篠宮ご夫妻としっかりお話ししたいという、気持ちはあったと思います。でもやはり、園遊会に初めて参加された、今注目の愛子様のお話を伺いたいという人が、多かったのではないでしょうか。秋の園遊会でも愛子様の柔らかな笑顔を見られることを、多くの国民が楽しみにしていることだろう。4月23日、春の園遊会が開かれ、天皇皇后両陛下の長女である愛子様が初めてご参加。愛子様は、両陛下と共に多くの出席者とご歓談されたが、そこで語られた一言が、SNS で注目を集めている。この日の園遊会には、美術家の横尾忠則氏とその夫人も出席。横尾夫妻とお話される中、猫についての話題に。横尾氏が、事務所に2匹、家に1匹、そこに野良猫が1匹などと話すと、愛子様が横尾夫妻に、どちらの方が猫好きでと質問される場面も。また横尾氏が飼い猫について、ぷくぷくに太っていますと明かすと、愛子様は笑顔でこう述べられた。幸せな猫ちゃんですね、太った猫のことを、幸せな猫ちゃんと表現された愛子様。この一言が報じられると、SNS ではその表現に感激する声が相次いでいる。言葉選びが素敵、この言い回しすごくいいな。もらおう、愛子様に褒められて猫ちゃんは幸せ、愛子様大好きになった。園遊会から一夜明けた24日、横尾氏は X で雅子さまはわざわざ猫の写真をたくさんご持参されて、それを見せていただき、しばらく猫談義が続きましたとし、愛子さまも猫がお好きで、猫は隣の部屋で飼っているとおっしゃいました。玉の本の玉の人生ですねと、玉、帰っておいでを読んでくださっていましたと、自身の画集を愛子さまがお読みになられていたと明かしている。横尾氏にとっても、愛子さまとの猫談義は貴重な経験となっただろう。春の園遊会が開かれ、俳優の北大路欣也さんなど招待されたおよそ1400人が、天皇皇后両陛下や皇族方と和やかなひとときを過ごしました。園遊会は両陛下の主催で春と秋の、
2階東京港区の赤坂御苑で開かれていて、両陛下の長女の愛子さまも初めて出席されました。5年ぶりに開かれた去年の春と秋の園遊会では、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえて、会場内での食事やアルコールの提供は控えられましたが、今回からサンドイッチやオードブルなどの軽食の提供が再開され、両陛下や皇族方は庭園を回って招待された人たちと、和やかに言葉を交わされました。このうち時代劇を中心に数多くの映画や、テレビドラマに出演している俳優の北大路欣也さんには、天皇陛下が、本当に長年にわたり、芸術に大変尽力されておられますね、などと、言葉をかけられました。北大路さんは天皇陛下と同じ2月23日生まれで、誕生日が一緒なので、頑張っています、と話すと、両陛下は笑顔を見せられていました。グラフィックデザインから絵画まで、幅広く手掛ける現代美術家の横尾忠則さんとの懇談では、飼っていた猫を描いた横尾さんの作品に関するやり取りの中で、皇后様がバッグからお住まいで飼っていた猫の写真を取り出して示しながら話される場面がありました。皇后様が、この子の世猫で、うちで保護しまして、などと言葉をかけられると、横尾さんは、うちも野良は1匹だけいます、と応じ、今日はこんなお写真を見せていただけると思っていなかったので、大変嬉しく思いました、と話していました。また、日本サッカー協会と日本バスケットボール協会で、会長を務めた川淵三郎さんは、天皇陛下が、サッカーにしてもバスケットボールも、日本選手が海外で活躍をと言葉をかけられると、国内だけでは限界がありますから、海外に出てどれだけ活躍できるか、それが日本代表の実力をレベルアップさせるんです、などと問えていました。出席した人たちは、時折小雨が降る中、庭園を散策して記念写真を撮るなどして、和やかなひとときを楽しんでいました。俳優の北大路欣也さんは、天皇皇后両陛下との懇談を振り返って、40年以上前の学校の先生をやった私のドラマを見ていましたよ、とおっしゃって、びっくりしました。楽しんでいただいたんだなと、大変嬉しく思いました。本当にびっくりするような作品まで見ていただいて、自分の前向きな姿勢をとても支えてくださって、その前向きな心で頑張ってね、という、ふうにおっしゃっていたので、頑張ります、と答えました、と話していました。今回初めて出席された愛子さまとは15年前、吹き替えを担当した映画の試写会で会ったことがあるということで、愛子さまに、覚えていらっしゃいますか、と申し上げると、当然覚えています。とてもいい映画でした、とおっしゃられて、とても感動しました、と話していました。その上で、愛子さまが初めて、参加される園遊会に自分も参加できて、この出会いに感謝します。15年前の愛子さまも存じ上げていますけれども、いろいろ勉強されてこれから新しい世界に向かっていく時期に園遊会でお会いできて、本当に幸せです、と話していました。元日本サッカー協会会長の川淵三郎さんは、懇談の後報道陣の取材に応じ、愛子さまがサッカーが好きだというのが、今日の大収穫です。ロシアワールドカップをすごく応援していただいたというのを聞いて、心から嬉しく思いましたし、これからもっと好きになってもらいたいなと思いました、と話しました。その上で、ぜひサッカーの試合を見に来てください。宮内庁が許可してくれないでしょうかと言ったら、愛子さまが、いや、そのお誘いは一回もありませんと話されたので、これを機会にお誘いさせていただきます。面白そうな国際試合の時に、サッカー協会の方からご招待しますので、ぜひ国立競技場に見に来てくださいと、お願いしましたと話していました。園遊会には、能登半島地震で甚大な被害を受けた石川県の、県議会議長善田義彦さんも招待されました。懇談の際、善田議長が、二度も能登にお越しいただきまして、本当にありがとうございました。被災地を回って励ましていただきまして、本当に感謝申し上げます、と述べると、天皇陛下は、大変な被害ですよね、と話されました。そして、復興が順調に進みますことを心から願っております、と、言葉をかけられ、皇后さまも、能登の皆さんの生活が、少しずつ落ち着いていかれれば、と述べられました。懇談の後善田議長は、被災地を訪ねて、避難者にお声をかけていただき、心から励まされたとお伝えしました。県議会の代表として、石川県に帰ってからしっかりと被災者の方々にお伝えして、皆様方を勇気づけたいと思います、と話していました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。
ではまた次回でお会いしましょう。